寿老人です。中国の神聖な仙人で、星の化身であり鹿を伴う。あ、そうか、六時間を伴っているのは寿老人の方だった。この神はにこやかに微笑みのお姿で、人々に長寿健康を保ち、安らかな往生を授けると言われています。八潮温泉の丸守神の一つで、この霊泉を利用することにより人の安全健康が約束されると言われ、不老長寿の神としても広く知られているところです。あ、本当だ、寿老人様でした。このね、鹿の名前はね、元禄って言います。どうも、元禄くん、寿老人さん、こんにちは。いやー、はい、どうにか、まあ、六神目はね、まあ、復帰神と言います。反省の意思、人は誰にも反省することがあります。まあ、今日のいろいろな出来事を反省して、明日はきっと良いことがありますようにと心を込めて、福鬼神の手形に外手を添えて反省してみてください。明日はきっと素晴らしいことがあります。一度試してみてください。ああ、これに、まあ、手をね、合わせなくちゃいけないんですね。昔、三籠山に2匹の鬼が住んでいた。これを弘法大師がゴマを施したところ、鬼は飛んで神奈川のあたりに至って石となった。里人これを大明神として祀った、などなど。当地には鬼の神話が数々伝えられている。鬼は怖い顔をしているが、悪事を治め弱い人たちの味方でもあり、諸願成就の神と言われている。皆様に向かい欲張らず、願いを大声で叫んでください。願いが成就することでしょう。なるほど、まあ、こちらですかね。まあ、藤岡はね、鬼瓦っていうかな、まあ、瓦を焼いているんで、まあ、そういったことだと思います。すーご、大声福鬼神。ではね、まあ、ちょっと反省しましょうかね。はい、反省ですよ。反省、反省。はい。こういった感じですね。故郷の身によれば、三籠山は鬼の方とも言われる二つの尾根からなり、そこには鬼が住み、時々里の村に出没し村人を困らせていたと、この時ある村を訪れた伝教大師様に、村人たちは石岩となり鬼退治をお願いすると、大師様は快くお受けください、三籠山に入山し仏教の力で、まあ、重複してくださった。鬼はその時大きな石を投げ、神奈川や、まあ、村落に落ちた。降参した鬼たちも飛び石になったと言われている。石の落ちたところを鬼石村と呼び、この一つは鬼石神社の守り神として祀られている。今でも陶石峠の地名や、デイダラ墓地の伝説が生きの残され、今に伝わっている。なるほど。もう残るはね、まあ、こちらの五帝尊と大黒天になりました。大黒滝なんてがあるんだね。綺麗だね。野鳥の観察小屋だって。はい、まあ、こちらはね、布袋尊です。布袋様、どうもこんにちは。
はい、中国の唐の時代の前奏で、ま、慶妃といい八福神の中で唯一実在の人物です。お腹は大きく福々しい耳を持ち、布袋を持ち歩き、布袋和尚とも言われ、まあ、吉凶、まあ、誠意を予知し、どんな時でも笑顔で人に接し、世の中の性も楽も合わせて飲み込む大きなお腹をしています。福、そして宝を与えてくれる、まあ、神様で、この谷に風のように現れて福徳を授けてくれる子だから、度量、円満の神です。なるほど。まあ、そういったありがたい方ですね。こちらが布袋様です。綺麗ですね。これはね、白いですよ。アナベルですね。こんな綺麗な。ガクアジサイ。大黒天。涼しいところにありますね。まあ、滝は向こうなんですけど、とりあえず八福神巡りだけで。はい、文献によれば時の瞑想最澄は当地に来たり、水戸の七倉の守護神として大黒天を奉仕したと伝えられている。大黒天は日本神話に登場する大国主の御事とも言われ、御神徳が似ている。慈悲深く皇帝を授ける神として信仰され、仏教とともに中国を経て日本に伝えられた。まあ、ご神徳は開運祥福、五穀豊穣、豊年守護。はい、こちらがね、まあ、大黒様です。どうも大黒様、こんにちは。いやー、大変でしたよ、八福神。はあ、よかったね。でもね、こういった八潮あじさいの里、まあ、八福神巡りでした。ご視聴ありがとうございました。いやー、戻ろうね。無事に帰りつけますようにお願いします。